インターリーグドジャース2、3オリオールズ、2024年8月27日ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手、30、が27日、日本時間28日、本拠でのオリオールズ戦に、1番 DH で先発出場。4打数2安打で2試合ぶりのマルチ安打で3年連続シーズン150安打もチームはオリオールズに競り負けた。 初回の第1打席は相手先発左腕、アービンの第1球、見送ればボール球という内角高めの速球を振り抜き、右前打にした。3回西の第2打席もアービンの初球、内角速球を中前に運び2打席連続安打をマーク。これで3年連続となるシーズン150安打に達した。この回、ベッツの四球で2塁まで進むと t、 ヘルナンデスの左前敵地打で生還した。ただ、2-3と逆転された直後の5回の第3打席はい、e、いヘルナンデスの二塁打などで虫1-2塁と絶好のチャンスで迎えたが、1ボールからの2球目、相手左腕のカーブを打ち上げてしまい、3比に倒れ反撃できなかった。8回の第4打席は先頭で見逃し三振に倒れた。 ドジャースは1点を先制された直後の2回1し3塁からロハスの左義比で同点。3回には大谷の中前打をきっかけに2し1、2塁から t、ヘルナンデスの左前敵時打で勝ち越しに成功した。ただ、先発、フラーティが2対1の5回にウリアスに逆転ツーランを被弾。直後の5回裏、打線が無視1、2塁の後期を作ったものの大谷、ベッツ、t、 ヘルナンデスと上位打線が揃って凡退し反撃機を逃した。1点を追う9回裏も西一二塁としたが9番、テイラーが桟敷に倒れ、ゲームセット。ネクストバッターズサークルの大谷も少し悔しそうな表情でベンチに引き上げた。ナリーグ西地区2位、ダイヤモンドバックスもメッツに敗れ、連勝が6でストップ。ただ、3位、パドレスが3連勝し、 三チームが三ゲーム以内で地区優勝を争う三つどもへの戦いとなっている。